阪急5300系電車。阪急5300系電車は、阪急5300系電車は、1972年、昭和47年に登場した、阪急電鉄、以下、阪急の通勤系電車である。初の新方線、京都線共通企画車5100系相当の機器と、3300系の大阪市交通局、大阪市営地下鉄、 堺筋線乗り入れ対応の車体寸法を採用した京都線専用車両である。1972年から1984年までに105両が製造された。京都線では伝統的に最初に落成した車両の番号を1から付与していた3300系3300系の場合、発番は3301が本系列からは新方線車両と同様に例から、 5300系の場合、発売は5300付与するようになった。2017年現在、日本の地下鉄を走る発電ブレーキ搭載の抵抗制御方式電車は本系列と3300系のみである。5100系と同様に当初から集約分散式冷房装置を搭載しているため、冷房風道分だけ屋根が3300系より高く取られた。 行き先表示器は3300系を踏襲し、前面には手動式小型方向膜が設置され、側面には電光式列車種別表示装置が設置された。手動式小型方向膜は地下鉄境筋線乗り入れの運用のみで使われ、阪急線内運用では方向膜は白地にして運行標識板を使用した。冷房装置は1974年製造者までは、 冷凍能力8 0 0 0キロカロリー、H4 機、量1975年製造の5313回からは冷凍能力1 5 0 0キロカロリー3機、量を搭載する冷房装置の違いでの番号区分はなされていないなお8 0 0 0キロカロリー、H4 機の冷房装置を搭載する車両については電動車制御車付随車のいずれも冷房機本体は 同じ位置に配置されるように設計されている。造備途上で種別行き先看板の取り付け金具が新方線タイプに変更され、それ以前の車両も改造されて新方線タイプに統一された。1974年に落成した5400系5408.5409号車は、運転室を車体本体と別工程で製造し、完成時に ボルトで結合するユニット運転台が試作された。この設計は製作の合理化と将来の車種変更への対応を行えるようにとの狙いがあったが、以降の進展はなかった。この2両は接合部分に重線状の継ぎ目があり、他社との識別点となっていた。主電動機の出力は5 1 0 0と同じ 140kW で3 3 0 0系よりも強力化されている。 駆動装置は従来の京都線車両の中空軸に代わって中時軸となり TD タワーミータ継ぎ手を採用した。駆動方式を新方線と同じ中時軸にすることで WM 歯車継ぎ手との互換性が確保され、手電動機や歯車箱の取り付け部の異なる2種類の台車を用意する必要がなくなった。ブレーキ装置は電気指令式ブレーキを半球として初採用し、 発電ブレーキ併用の HRD-1 を搭載する。電気指令式ブレーキは2200系、6000系、6300系以降の系列にも波及した。ただし、運転台の構造は従来車と同様の2、ハンドルであり、ブレーキ設定機の段数も異なるため、6300系以降の車両との相互連結は不可能である。さらに、限り留置。 主電動機に流す電流の量を変更することが可能で、境筋線内では、京都線よりも軌道加速度を上げることが可能になっている。1973年製造の5863には、東芝製の回生ブレーキ付け電気し、直波制御装置を試験搭載し、約2年間実用試験を行った。この試験の後、2200系に、 本格搭載された。8行編成は3300系と同様に、堺筋線内での駅出発時に運転士が取り扱う関係上、主管制御機とブレーキ設定機が別個の2ハンドル車ながら電気笛が標準装備となっている。5100系を引き継ぎ、電動車で付随車を挟み込む編成構成となっている。当時の京都線では長編成化が進んでいたため、 3300系と比較すると中間車が多めに作られた。トップナンバーは京都専用車両としては初めて0番となった。冷房装置は8000キロカロリー H4 機を搭載する。1975年の5313回以降は冷房装置が1500キロカロリー H3 機の搭載に変更された。 堺筋線の8連覇と5300系の直通、及び高槻以北への直通運転が具体化するとともに、以降の新造車編成は 4M に T から 6M に T が可能な形態に移行した。1984年には8両運用の増加のため、最終造備車として5 8 9 5号の1両が追加製造された。補助送風機、スイープファンが設置され、 空調吹き出し口は同時期に製造の7000系7 0 1 0階と同一形状でる。冷蔵装置も中央寄りに配置されている。堺筋線に乗り入れを開始したのは1979年3月に堺筋急行、2007年に廃止が設定された時である。これは堺筋線でのトンネル内排熱処理の問題があり。 冷房車の運行ができないという規定があったからである。このため、堺筋急行は、堺筋船内では、冷房を切って運転する規定となっていたが、この規定は、厳格には適用されず、冷房を切らずにそのまま堺筋船内を走行する、ことがほとんどだった。堺筋急行は1979年以来、1989年の、ダイヤ改正時まで5300系の、 限定運用であった。1990年代以降は、堺筋線に乗り入れる機会も増え、他にも7300系や8300系、1300系も入線するようになった。2009年までは、特急での運用実績もあったが、2010年3月のダイヤ改正で特急の運用車両が原則として、ワンハンドルマスコン車に限定されたために運用から外れている。 2018年時点では7両編成と8両編成が存在し、7両編成は、準急以下の種別に、8両編成は、快速急行から普通までの各種別で、運用されている。8両編成は、梅田、天下ャヤ方2両と河原町、北千里方6両とに分割することが可能である。2両を切り離した6両編成は、降落期に、嵐山線で使用される。 六両編成は2001年3月24日のダイヤ改正までは京都本線復通として使用されることもあった。通常坂筋線に乗り入れない七両編成に関しては車内の列車無線送受信機が阪急線内専用のものに交換されており、そのままでは坂筋線に入線することは不可能である。編成組み換えで坂筋線乗り入れ運用に入る。 可能性がある場合には、この送受信機も合わせて交換される。1989年から、側面方向膜や客室へのローリーファン、扇風機設置、車内化粧板の張り替え、7両編成の一部を除く、といった、車体更新工事が、全車に施行された。5408.5409では、ユニット運転台の境目が埋め込まれている。先頭車は、 更新時に全面窓上にあった標識灯は通過標識灯と尾灯とが別々となって倉庫に移設され、全面手動式方向幕は電動式に変更され、種別表示器と行き先表示器は左右別々に振り分けられたが、中間に組み込まれて運用されている戦闘車には改造を見送られて原型のままになっているものもある。更新工事は2001年試行の5304回。 8両編成と5301回、7両編成をもって完了した。なお、運転台撤去、設置工事を受けた車両は存在しない。1995年以降に更新を施行した車両は全面方向膜が大型化された。以下の25両である。8両編成は更新工事と同時に、境筋専用の自動放送装置が設置された。 乗り入れ運用のない7両編成は未設置。2002年から2003年にかけて2度目の更新工事、リニューアルが行われ、7両編成2本、5300回5302回14両で施行された。客用扉窓ガラスが、服装ガラス、緑色の UV カットガラスで従来より下長いものに、日焼け対策で扉、つまぶ化粧板の地色は焦げ茶のものに、 側面の化粧板も日焼け対策で、従来のマホガニーより濃い化粧板に、冷房機が、東芝製プーマイナス4017マは、プーマイナス4018に交換された。なお、8両編成及び7両編成の更新車、リニューアル車には、ドアチャイムを設置している。また、5300回と5302回は、リニューアルの際に扉開閉予告灯を設置している。 2017年3月時点では、8両編成7本56両と7両編成7本49両の、計105両前車が、京都線、小弱車庫、桂車庫に配置されており2018年現在、京都線の車両としての形式別の在籍数が、最も多い。半球の全形式で見ても、在籍数は7000系、6000系、1000系に次ぐ、第4位にあたる。 度重なる編成外により、編成中で、冷房装置の使用が統一されていない編成が多い。矢印は中間に組み込まれる戦闘車の運転台の方向で、は、梅田向き、は、河原町向きを示している。また、4桁の番号の前のは冷房装置3機、搭載車、1975年以降製造車、後の、B は、大型方向膜装備の戦闘車を示している。 ドアチャイム設置の部分のマークの車両は、ドアチャイムと扉開閉予告灯の両方を装備している。8両編成。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。